リポーターの杉水咲乃です。さあ今日私はですね、熊本県の北部玉名市に来ています。今回お邪魔する施設はこちらです。玉ゆらさんです。玉ゆらさんは2022年の5月にオープンしたとても新しい施設なんですよ。でこちらになんと旅館があるんですよ。そしてこっち側に温泉があるんですけど、この温泉がまた家族湯なんですよ。で九州は家族湯が多くて、皆さんの住んでるところにありますか家族湯？まあそんなところなんですよ。なのでワクワクしています。どんなサウナがあるのか早速行ってみましょう。着替えましたということで早速入るんですけど、こちらになります。今日のお部屋、じゃあ行きます。部屋開けますよ。失礼します。玄関が広いですね。で入って、おなんかすごいお部屋みたいになってます。家族湯にこんなソファーとかテレビがついてることってあります？もうこれ完全にリビングですね。ここでくつろげちゃいます。で肝心のサウナとお風呂、もうまた痛い。一番メインのお風呂なのかな。あってということはここがサウナですね。でどんななんだろう、楽しみ。で、露天風呂もついてます。この一つの部屋にギュッと詰まってますね、全部。まず湯通しからして、体温めてサウナに入ろうと思います。熱い温度高めです。気持ちいい、はあ、気持ちいい。で、これめちゃくちゃ広いんですよ。もうだから家族湯なんで家族とか友達とかと来る人が多いと思うんですけど、無料で3人入っても結構ゆったりするぐらいかなりスペースがある。窓も広いので外の熱気とかも眺めることができる。ゆったりできますね。ここで湯通ししたいと思います。もう温まったのでいよいよサウナに入ります。ここですね、体を軽くします。よし、じゃあ行きますか。オッケー、準備完了。じゃあ行きます。オープン。おお、熱い。あ、なるほど、縦長なんだ。縦長だ。こっちにサウナストーブがあります。これガスストーブですね。あ、珍しい、ガスストーブ。お、これすごい、2段ある。ここにもあるので結構入れますね、人数。横とあとここに1人ぐらい。まずはちょっと近くの方に座ります。温度がですね、だいぶ高いんですよ。今ね、100度超してますね。105度ぐらいですかね。しかも、まあ、この温度が高いっていうのもあるんですけど、まあ、この部屋自体すごいコンパクトなんで熱をダイレクトに感じれます。すごいホットですね。ここに
試薬があるのでセルフロウリュができるんですよね。多分よいしょ、いきますよ。奥の方から来てるんですかね。あー来てる。めっちゃ来てます、やばい。でもすっごい気持ちいいですね。あ、すごいわ、やっぱりあのガッときますね、ここは。でもたっぷり量もかけたのでかなり汗と水滴が今体中に広がってるんじゃないでしょうか。ほら、もう入ってまだ 2,3 分だけどだいぶ汗が出てます。せっかくここのサウナ2段目もあるのでもう一回セルフロウリュして上に次は行きたいと思います。来ますね。しかもさっき横向きだったじゃないですか。ここの顔面で直で受けてるのですごい、やっぱ上の段すごいわ。ちょっとこのロールのロウリュの熱でしっかり汗流していきたいと思います。したいと思います。出たらここに露天風呂もあり、こう岩のとこがあるのでここに座って外気浴をしようかなと思います。自由なのでね、どこで外気浴しても大丈夫です。こう座って気持ちいいですね。雰囲気がすごくいい、風情があります。このまたジョボジョボジョボっていう音を聞きながら外気浴するのもいい。セミの声がする。風の音とかいろいろ感じられます。ここでさあ続いてのお部屋なんですけど、まあ、ここの浜浦さんはですね、10室あの家族湯があるんですね。でそのうち5室がサウナ付きのお部屋で、でその中で1つだけ特別なサウナ付きのお部屋があるらしくて、それがこちらです。七福神入りましょう。よいしょ。
ち風呂があって露天風呂と水風呂とこういうことか特別っていうのはびっくり。家族風呂になんとバレルサウナがありました。いやなかなかバレルサウナってまずないんですよ。それが家族風呂についてるってもうびっくりしてます。本当にめちゃくちゃ贅沢ですよね。ハンドハットかぶって OK ではいきます。はい、おここも暑い。すごい窓がちょっと額縁みたいになってなんか本当に絵はがきとかポスターみたいな感じですよね。でもこれ本当にちゃんと景色です。でここもガスストーブですね。でサウナストーンがあって温度が、まあ、ここも100度をちょっと超えるぐらいですね。今はかなり厚めのサウナです。でここすごく広い。あのさっき あの1セット目に入ったところもまあまあスペースあったんですけどここはさらに人がもっと入れます。でここのバレルサウナこの作ってある周りの木は綾杉っていって、まあ、熊本の和美町でこう採れた木を使って完全オリジナルで作ってるそうです。完全オリジナルのバレルサウナっていうのもなかなかないですよね。面白いことするなって思います。じゃあちょっとここでローリーもしちゃいますか。これはカモミールほうじ茶だそうです。ちょっと用意してくださいました。よいしょー、いきます。はい、うわー、よいしょー、どれかなー。ちょっと爽やかな感じもあってこれがカモミールですね。あーすっごいいいです。でね、まあここ丸くなってるのでこの循環この空気の循環が多分すごいしやすいのでバンバンきますね。はあ、体で顔でほうじ茶を飲んでる感じ気持ちいい。この景色を楽しみながら2セット目も汗を流していきます。いやー気持ちよかったですね。2セット目も汗をたくさんかきました。この辺では水風呂行きますか。あ、ちょっと深い。気持ちいい。まだこれも面白い水風呂ですね。かな？何だろうこれ。なんか壺みたいなやつをこうブチって切ったようなこだわりがすごい感じます。さっきは広々とゆったり使えたんですけどちょっと安心感のあるような水風呂です。これしっかり冷やしていきます。こういう貸し切りのお部屋にバレルサウナがあるっていうのもすごく珍しくてこういうサウナに家族だったり友達と入るのはなかなかないことなのですごくいいなって思いました。サウナだったり水風呂だったりこだわりがすごいんですね全部。なのでどこに入ってもすごく楽しめました。
とっても満足感があるサウナでした。チャンネル登録と高評価お願いします。さよなら。アンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。